こんにちは。今日は精神、心のデトックスを簡単にできる方法をここカナダの大自然からお届けします。サカソチャンネルでは心と体の健康、そして幸せのための秘訣やエクササイズをお届けしてますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いします。今日のエクササイズは呼吸法の一つなんですけれども、イライラとかモヤモヤした気持ちとかストレス、そういったものをクレンジングして、体そして心を軽く気持ちいい心地いい気分にするエクササイズです。まずエクササイズの前にちょっと体とつながって、今の状態、どんな状態かをちょっとチェックしてみましょう。1から10の間で1がもう最悪の状態、もう今日朝起きたくなかったわっていうような、そういう状態が1で、10はもうハッピーでもう最高の気分で、もうこれ以上幸せな気分にはなれないんじゃないかっていうぐらい最高の気分が10として、今の、状態をチェックしてみてください。で、体のチェックが終わったら、じゃあ、エクササイズに入っていきましょう。で、これはアーシングしてる時にやるともっと効果的なんですけれども、別に外でアーシングしてなくても、室内でも椅子に座ってやっても全然、構いません。楽な姿勢で座っていただいて、私は、背筋をピンと伸ばすとやりやすいので、背筋を伸ばして、そしてリラックスして座ります。で、どうするかというと、これは地球とつながって地球と一緒に呼吸をする呼吸法です。もうイライラとかモヤモヤとか、もうなんか重い、なんか真っ黒い気分が悪くなるような、そういうエネルギーが溜まってるのを、それを全部地球に流し出します。で、地球は無償の愛でそれをもう喜んで受け入れてくれます。で、自分は呼吸をふーっと吐きながら、それをどんどん地球に流し出してください。どんどん流し出して、で、わー、こんな汚いの流したらなんかあかんのちゃうかなっていう気持ちなんて全然持たなくていい。もう地球は喜んで、はい、もっと出しなさい、もっと出しなさい、いいよいいよって喜んで笑顔で受け止めてくれますので、その地球の笑顔を感じながら、無償の愛を感じながら、どん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 流してください。で、スーッと吐きながら流して、そうすると地球はそれを吸い取って、私たち のネガティブエナジーとかを吸い取って、で、その代わりに幸せな、ハッピーな、ね、心地よいエネルギーを吐き出してくれます。で、その吐き出してくれたエネルギーを体中いっぱいに吸い込みます。で、また息を吐いて、ドロドロしたエネルギー、ね、ストレスや痛みや悲しみや、そういうものを全部ふーっと吐き出してください。思いっきり吐き出します。地球の中にどん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 流し出してください。で、地球は喜んで、いいよいいよ、でも母のように受け止めてくれます。それを感じながら、もうどん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 出して、無償の愛を感じながら出し切って、そしたら地球が吐き出してくれる優しいエネルギー、それをまた吸い込んで体いっぱいに広げていきます。で、また吐き出す、息を吐いて、で、地球とつながって、で、どん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 まだ残っているネガティブエナジーを流し出して、で、地球が受け取ってくれるのを感じて、で、地球の吐き出してくれた心地よい優しいエネルギーをまた体いっぱいで吸い取ります。で、それをもうちょっと何度か繰り返してみましょう。
これは気持ちよくなるまで、もう十分満たされるまでどん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 続けていってくださったら結構です。だいたい数分でもう私はだいたい感じ始めるんですけれども、もっと長く10分15分やって、気持ちいい心地いいスペースにずっともうぴったり入り浸るような感じで、もう満足いくまで続けていただいたら結構です。ね、簡単にできる、数分でできる、心と精神のデトックスで、心と精神そして体っていうのは一つのものですの で心のデトックスをすると、体のデトックスにもなる、体のデトックスをすると心のデトックスにもなる、心のデトックスを行うことで体の痛みとかも消えていったりしますので、ぜひ試してください。では最後にチェック、体のチェックやってみましょう。もう一回チェックしてみて、その点数が上がってるかどうか、で体がなんか固まってたな、ちょっと痛みがあったなっていうところの状態がどうなってるかどうか、ちょっとチェックしてみてください。どうでしたでしょうか。このビデオを役に立ったなと思う方はぜひいいねの方よろしくお願いします。でまたこのエクササイズの感想など、よければ、コメントの方に書いてください。他にこういうエクササイズを知りたい、こういう呼吸法を知りたいとかいう方は、それもコメントの方に書いていただけると嬉しいです。それじゃあまた、さよなら。